分布域ヨーロッパならは、ヨーロッパから小アジア、カフカース、北アフリカの一部に厳正する、紅葉樹である。学名は、ラテン語で、硬いならを意味する。英名ピダンキアレイト多くは、加工のある多くのイ、コナラ属の基準種である。また英語で、多くといえば、この種である。ホワイトオーク説に属す。イタリア東南ヨーロッパ小アジアとコーカソスに分布するものは、 弟子ととなされることもある。こもあ大きな落葉樹で25から35メートルの高さを持ち、切れ込みのあるほとんど無柄の葉は長さ7から14センチメートル。開花は春の中頃であり、同年の秋に果実が熟す。どんぐりは長径2から2.5センチメートルあり、3から7センチメートルの柄一つから1から4個なる、ごつごつとした大きく広がった枝の長明な樹木である。 自然に数世紀を生きる者の,の最古級の木々の多くはその木の健康にするとまではいかない今でも潜在的寿命を伸ばすための枝打ちがなされている。ヨーロッパならの最高齢はリトアニアのスタルム J にある樹齢1500年である。またデンマークのイエアスプリスの根源源は樹齢1200年である。スウェーデンのクビッには1000年以上の周囲14メートルに達するものがある。 枝打ちされていないものでは、ドイツのイーフェナックのものが最古で、この木と近隣の木の年輪により推測された樹齢は700から800年である。近煙種の冬ならとは生息範囲の多くが重複する。サイはヨーロッパならの葉が非常に短い端軸を持ち加工のあるどんぐりが実ることである。二つの種は天然で雑種を作る。自然環境においては昆虫その他の野生,生物に、 大使、対し重要な存在である。無数の昆虫が早めの上、果実の中で暮らす。どんぐりはいくつかの小さな哺乳類や鳥たちにとって価値ある食料資源である。ヨーロッパならの木は林業のために育てられ、その芯材は長持ちし、内装や家具へ用いられる。ヨーロッパなら材は繊維に対して垂直な横断面を見ることで簡単に見分けがつき、目立つメ暗ンの年輪が 特徴的。春材は多数の銅管が見られる。0.1mm 以下の黄色から明るい褐色の放射状の模様が年輪を横切る。ありがとうございます。